さあ、やってまいりました。海外在住帰国者のルールがまたもや変更になるであろう件ですね。まず結論からいきましょう。この度ですね、日本政府が免税制度を抜本的に見直すという検討に 入ったというお話が舞い込んで参りましたで。今現在ですね、非居住者の日本国籍の方、あとはインバウンドの短期渡航の外国人の方を対象に免税制度が開放されているというね、日本のルールになりますけど、例えばですね、10万円の買い物ね、皆さんこうしたとするじゃないですか、まあ時計だとか,なんか家電製品など何でもいいんですけど、それをですね、あの、日本国外に持ち出すということであれば、消費するところがですね、まあ日本ではないので、え消費 税税が免税になるすなわち10%相当がその場で戻るというね皆さんの手にですね戻る、まあ、10万円のうち1万円の免税ということになるんでしょうけどもこれがですね2024年度度から実施されるる変更になる可能性がこの度、ね、高ままっておりますどうなるのかというとその場で免税がされないというねお店でこのですね10%分が戻るわけではなくて事後的に返還する方式 にですね、これまたルールが厳格化される可能性が非常に、ね、高まっているというお話でございますで今日はそのお話ですね皆さんの渡航情勢にもまたね影響をしてくるであろうお話がこちらの流れでやっていきましょう報道をまずねチェックした上で何がどう変わるのか諸外国の動きも、ね、見ながら日本がどのようにルールはね追従されていくのかをねある程度推定をしていきましょうということですで直近も この免税制度、ねルール改変がもう厳格化がねどんどん進んできてくる中で落とし穴がいくつか報告報告入っていますからこれをね含めてまとめていくということで今日もね頑張ってやっていきたいと思います。それではまず初めに え、報道をチェックするというところからいきましょう。今日ね、まずはじめに確認をしたいのが、共同通信さんですね。5月の22日にですね、報道をしてくれているんですけども、訪日客の免税制度が還付方式になるんじゃないかということで、えー、記事が上がっておりました、不正転売を防止するということで、原則、先払いを求める方法に変わっていくのかどうかですよね。日本 政府が訪日客のお土産物にですね対する免税制度抜本的に見直す検討に入ったことが22日分かりましたとこれまでは商品を購入した時にですね消費税の負担を求めてまいなかったとねその10%分が返るということだったんですけどもこれをですね税を先払いにしてもらって免税の条件を満たしていることを確認した上で事後的に還付する方式導入する方向ということでねこれどういうことなのか今日やっていきますけども早ければこのルール 改変が2024年度から実施されるるねこんんな可能性も出ているんで、すよねでなんでこんなことが起きたのかあということなんですけども、次はですね、読売新聞さんが先日報じている動きですよね。もうね、この、なんていうの、理由に、えー、もう終始するということなんでしょうけど、えー、訪日客を中心にですね、この消費税分の免税、 これがね、転売目的で不正にこの免税枠を使っていた人がですね、続出をしていると。まあ、こういうことでございます。5月14日付の読売新聞さん一部ですね、引用をさせてもらいますけども、税関で身柄を拘束することが難しいんだということで、どんどんすり抜けちゃってるってことなんですよね。税関当局が昨年度、免税品を購入した訪日客らに対して、この要件をですね、満たしていないということで、 消費税分を約22億円ですかね、徴収を決定しながら、これを納税せずにですね、出国する人が相次いで、うち21億円が未徴収となっていることが分かったということなんですよね。どうですか皆さん、22億円が、あの、不正にですね、海外に流れてしまあ、海外というかね、その転売だとかで流れてしまっていて、かつですね、そのうちの20億、えー 戻ってきてるのだから1億円だけってことですよね。21億円相当が未徴収ってまあこれまたとんでもないお話なんですけども。 はい。まあいろいろね、えー、すごい金額の購入があるわけですよ。中国籍20代男性が1億3000万円の、なんだろうな、これ高級ブランドのバッグだとか、まあ時計とかね、これ購入するとやっぱこう何千万とかっていうのはありますから、あ容易にですね、こういう金額になるということでね、まあフィリピンの国籍の40代女性だとかね、まあいろんなその、えー、国の方がですね、 えーまあね、適切な免税制度を使っていないということで、えー、この未納があったとしてもね税の未納があったとしても通常は身柄の拘束は難しいということで出国を止めることができないんですねこの仕組みだとで一旦出国するとあの事実上徴収は困難だということはですねまあ誰しがも、ね、見たら明白だということなんでしょうけども、えー、こういったですね報道があるもんだから直近でもですね、えー、どんどんルールが厳しくなってくるこれは NHK さんの5月の9日付の記事 なりますけど外国人旅行者の免税品の大量購入転売など横流しの対策がすでに強化されていると、まあ、これでもねルールはどんどん改変されているという直近の動きもあります日本を訪れた外国人旅行者がですね、まあ、この免税品大量購入の上でえで、ー、転売目的だとかでねすり抜け横流しする不正が相次いでいるということで今月からだから5月からですよね実は免税品を買い取った側にも消費税の納付を義務付けるという対策強化に乗り出すということです。だから 転売目的でブランド品だとかね、高いものを購入して免税制度を不正に使ったという方、ご本人に、あの、本人にね、これは本来請求するべきなんでしょうけども、それをですね、転売した先の業者に、この免税分のですね、徴収を求めていくというですね、このレギュレーションにちょうどね、今現在、2023年5月から、 強化されているというのがですね、もうこれ、いたちごっこに見えますけどね、日本の中でのルール改変が、これね、続いているということなんですよ。だからね、これが、なんていうの、そのお店で結局ね、えー、その10%分っていうのを完付してしまうと、それをもってですね、国を超えてしまったらもうどうしようもないということですから、結局これがですね、まあ何がどう変わるのかというね、本日の話につながりますけども、これは要するにあれですよ、 2024年度からもしかしたら早くね始まればえもう来年からということなんですけどもお店では免税はされないという方式です事後的に還付する方式すなわちもっと言うとね踏み込んで言うと空港で還付を申請するというね方式にこれまた一手間ですね増えていくという可能性があるんじゃないかということでございます。はいということでねあとあの報道の中ではこの条件によって 差分を作るみたいなね案も上がっていたみたいなんですけどだから、そのなんていうのてう少額の購入の場合購入量が少ないだとか明らかに転売目的ではないというですね顧客に対しては既存の免税制度を利用できることも検討をするようなことがね報じられていますからこの辺りね免税店の対応コストがかかってくることもちょっと心配なんですけどまあその辺りの天秤ということになるのかもしれません。 改変されていくにあたって、うん、参考になる海外の動きに目を移していきたいわけですが結構ねこの空港で還付するという方式を取ってる国って多いなというのがね調べてみると明るみになるわけなんです。例えば代表例でフランス政府がとっている税関のですね公,的公式文書がちょっとねウェブに上がっていましたので皆さんとねチェックをするんですけども各税の お買い物をフランスでした方はですね、免税認証手続きは、これはパボロと読むんですかね、パボロ自動機でやってくださいのねというお話なようです。要するにですね、ステップが3つぐらいに分かれるのかな、購入時に免税手続き希望だというふうにですね、伝えると、フランスの各免税店ではですね、皆さんのパスポートをチェックした上で、この免税書類というのを 作ってくれるということなんですよね。だから購入手続きを、まあ、免税規模を伝えるステップ1。で、ステップ2が、えー、このね、免税書類を作成してもらって、最後、ステップ3としてですね、えー、その書類を持って空港での免税手続き、えー、これはパブロの自動機で、えー、やることもできるでしょうし、えー、友人のカウンターもあるのかな、免税に関するですね、窓口に行くということでもよろしいかと思いますけども、とりあえず払い戻しがクレジットカードだとか、現金、あとは銀行小切手とかでの受け取り方法も ああるるんんでですすかかねいいくつかの選択肢があるととうことなんですけど、まあ、クレジットカードにねそのまま買った分の10%近くがね還元されるというのがの手続きした後にですね控えていれば、まあ、これシームレスにねあの簡単に対応ができるななんていうふうに思いましたけどもこれがですね例えばアジア圏でもこれ韓国インチョン空港の公式サイトなんですけども。 案内がきちんとあります。空港でのタックスリファンドということで、これを申請するお客さんは空港が混雑することを備えて、余裕を持って空港に到着をしてくださいねという注意書きに続きまして、えーえー、航空会社のカウンターで搭乗手続きを済ませた後にですね、タックスリファンド対象の荷物は預けずに携帯してくださいと。で、その時にですね、税関申告デスクにパスポートと購入物品ですよね。あとは領収書を提出して、やっぱり空港でですね、タックスリファンドの 手続ききを行ううこことととができるということでるいすねだから空港還付の方式がフランスもそうだし韓国についてもねこういった形で公式に案内されているとでさらには自動機器を通してこのね還付を受けることもできるということでまあ,ある程度ね仕組み化が揃っている国が多いんだろうなということでですねこの免税によって還付を受けられる国を並べてみると結構多いんですよ。イギリスだとかねあとイタリアオランダスペインドイツフランスとかねスウェーデン。この辺り EU 加盟国を含めた欧州圏は結構ねそのほかのエリアに関してもオーストラリアですとかカナダあとはまあ今回の韓国を見ましたけどもその他シンガポールですとか当たり前の仕組みとして敷かれているということがですね参考になるかと思います。ちなみに これね、調べてみると面白いんですけど、アメリカの場合は、この税金がね、特に消費税になるのかな、州によってルールが違うということで、海外旅行者に対して還付をするという制度そのものはね、米国の場合はないようなので、まあこれもね、一つ興味深いなということでございました。で、これから日本も激しくね、ルールが改変されていくという中で、どの国にね、参考にしていくのかというと、おそらくこの欧州圏だとかね、まあ、韓国だとか、このあたりの仕組みに相当 するよううななななこことととになっていいいくんじゃないかなということで、ございますでとりあえずは、未来もまたルール変わっていくんでしょうけども、直近でもね、激しくルール変わっていますよね。必ずしも使いやすいというわけではないのかもしれません。免税制度直近の落とし穴というところも補足をね、していきたいわけですけども、4月の1日から今年ですよ、これはね、免税を利用する方は、ルールが厳格化されましたよね。国国外居住実績2年以上が必須とということで日本国籍の方で に関してはこの在留証明かもしくは戸籍の不評を原本をですね持ち歩いて免税店を利用しなければならないということですしあと外国人バンド渡航者の方は一応ビジット・ジャパン・ウェブの QR コードでデジタル化されているということなんですけどまずはですね えーまあ、見ていきましょうかこの、ね、使いづらいんじゃないかということで外国人の方を対象としたこの免税 QR コードが実は、ね、あまり使えるエリアがないんじゃないかということがアンディ太郎さんからコメントいただきました免税用の QR コードですがあこれを作成してもです、ね、対応しているお店がそもそもまだ あ,ありませんと先週張り切って QR コードを見せたら使えないので結局パスポートの提示を求められましたあ日,本三日本橋の三越だとかあとは高島屋京都駅のお土産物屋さんのですね免税カウンターどこも使用不可能でした、まあ、デジタル庁何やってんだかというですねこういったコメントがありますしですね あとは、あ、これもね、行きましょうか。あ、戸籍の不評で免税をした方がいいんじゃないかということで、ね、ぶっちゃけ在留証明書がおすすめできないというですね、これ、やっぱ取得するのが大変なんですよね、日本国籍の方にとってはね。だから大使館にわざわざ足を運んでですね、皆さんの貴重な時間を在留証明書の取得に費やすんであれば、戸籍の不評をね、日本に帰国をされた時に取り付けた方が楽なんじゃないか。まあ、このね、動画もまたご参考いただければと思いますけども、 この、ね、戸籍の不評で免税できない落とし穴についても、えー、直近の動きですねフィールドファイターさんから頂きました5月の11日インドネシアから日本に一時帰国をしていますいつも通りにですね入国時にパスポートの入国のスタンプをもらいまして先日市役所に行って戸籍の不評を入手しました2018年の10月に住民票を抜いたので過去2年間の海外居住の実績問題ないと思っていたのですが実はですね 1>, 1年2ヶ月前の2022年の3月の日本一時帰国の際、インドネシア再入国のためにブースターワクチンの接種証明が必要になったんですかね その時にブースターのブースター接種の県がですねこれを取得したくて市役所に相談をしたところ一時的に住民登録をしてくださいという案内があったようです、まあ、このあたり、ね、市区町村さんによって、えーね、この案内がいろいろバラバラしていそうな気もしますけどねこの時も健康保険の関係はチェックは月末なので月が明けたらすぐに住民票を戻して月末までに再度抜けば大丈夫とのアドバイスをもまでもらいました。 ただ1回目2回目の接種券の入手で相談した時は住民の再登録なんていうのはねなくて対応してくれたんですけどブースター接種の時はなんかねこういう案内があったみたいですで。これをやってしまうと結局戸籍の不評ではこの一連の登録の記録が書かれており記録的には過去2年間の海外居住の実績が証明できなくなってしまっただからリセットされてしまったということですよね。免税の対象にはならならい いいようです結局のところえ免税店で聞いたわけではないのですが記録的には2年間海外に居住していたことにはまならないということでねまあ仕方ないのですがこういうパターンもありますので皆さんで、ね、ご注意してくださいというご共有をいただきましたね。まな、あ、なかなか 今現在の免税制度も複雑回帰なものに、ね、なりつつあるということなんでしょうけど、まあ、今後ですね、これがどうなっていくのか、今日ね、最後まとめをしていきましょう。とりあえずですね、日本政府が乗り出したのが、免税制度抜本的に見直すということで、日本国籍の方も含めたですね、インバウンド外国人の対象にしました、消費税分10%その場で戻るというお話が、どうやら、 早ければ来年には2024年にはまあ変更になっていくというねこの可能性が高まっているということですその場で免税はされないというですね事後的に空港でおそらくまあ還元する方式に舵を切っていくんじゃないかなと思います、えー、ですので皆さんとね、まあ、この辺りの動きは引き続きウォッチをしていきたいんですけど、まあ、とりあえずね複雑回帰なものにならずにですねまあ僕がだから想像するとこだとどうなんですかねこのレシートと現物ステージでね クレジットカードに10%分消費税分が還元されるというぐらいの端的な仕組みに落ち着いてくれるということをですね、皆さんとウォッチをしていきたいと思います。で、その頃には日本国籍の、ね、非居住者の方の確認がですね、この戸籍の不評だとか在留証明書の原本ね、紙で持ち歩くっていうのはもうナンセンスですから、まあ、これがね、せっかくだからマイナンバーカードが持てるようになっていったりしますからね、このあたりで居住実績の証明だとかがね、カバーされていくということを期待しつつ、今日の 動画を終わっていきたいと思いますということで本日は海外在住帰国者の方を含めたですねルールの厳格化がまたさらにね予定されていくというお話を、えー、解説をしてみました今日の話が興味深かったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう大好きでした